かりかもと分かっていても、この世にないくらいの笑顔で振り返る。このドアを開けてもうあなたに見せれない顔がある。桜の花びらに見える、春の粉雪、手をすり抜けて立ち止まって動けない、泣いてる場合でもない、その瞳を見せて、その手でもう一度どこかへ連れてって、耳元のキス、つまらない冗談と美しき
どうもありがとうございました。ともこでした。